ベルマレットとは、アイルランドコノート地方名誉県のエリス団尺寮にある町である。海岸沿いに位置するゲールタハとの町であり、人口は2016年時点で1019人である。およそ1万人の人口を要するエリス団尺寮の商業と文化の中心地である。町の名前はアイルランド語で、マレットの口を意味する。ベルマレットという地名の由来は定かではない。アイルランド語で、 地境の口を意味するビールミューリート、またはビールアンボイリートから来た地名ではないかと言われている。名誉県出身の歴史家であるバーナード・オハラは、マヨ、アスペクツ・オブ・イッツ・ヘリテッジにて、アイルランド語では一般的である L から R へと綴りが変化したことにより、ビールアンボイレイトという名称が与えられ、次第にビールアンマヒューリーヘッドへと変化した可能性がある。と記している。 また、後半部分のマレットはボラ科の魚の英名、あるいは文章学にて用いられる星の形の名称を意味しているとも推測している。1802年時点では、ベルマレットは一軒のスレート屋根の家と数軒のかやぶき屋根の家からなる小さな村であった。1820年にエリスにおける最初の郵便局がベルマレットに開設され、1822年に、 沿岸警備隊の基地が作られた。ウィリアム・ヘンリー・カーターは、町の創始者であるアーサー・シェーンの娘と結婚し、町の開発計画を立て始めた時に、エリスにおけるシェーンが保有する広大な土地を相続していた。ベルマレットとカスルバーを結ぶ新しい道路が付設され、1824年に完成した。 1826年には大型の鳩場が700ポンドで建設され、カーターはこのうち300ポンドを負担し、残りのうち300ポンドは地元の漁業共同組合が負担した。1829年にエリスにおける道路の技師であったアレクサンダーにもは、ベルマレットの進歩は驚くべきことだ。この場所はたった4年前に始まったのにもかかわらず、今では、 およそ70軒の立派な家で町が構成されているほか5隻の船が穀物を積んで保管しおびこや石炭、蒸留酒、ビール、ワインを輸入しているイギリスの製品や茶、砂糖が売られ水産物が市場に流通したと記した1831年時点でベルマレットの人口は585人であった1832年に カトリック教会のチャペルが300ポンドで建造された。1833年には毎週法廷が開かれる、裁判所が200ポンドで建設され、町が急速に発展していることが示された。1830年代に町を訪問したシーザー・オートウェイはベルマレットをアイルランドで最も若い町であり、若いすべてのものと同様、比較的新鮮で公平である。 町には数軒のかやぶき小屋もあるが、小さな広場から伸びる、適度な大きさのスレートの家が並ぶ、小さな通りや市場で構成されている。店には、生活必需品だけでなく、快適性や利便性を高める物品も取り揃えていた。建設は進行中であり、推測が進む。と評した。東のバリーキャッスルへ向かう道路と、南のニューポートへ向かう道路の2本が、 新たに敷設された。これにより、この地域からイングランドへの食料品の輸出が始まった。1843年には、プロテスタント教会が建設された。1845年には、アーサー・シェーンによって作られた運河を修復する作業が開始されたが、ジャガイモ基金の影響により、完了は1851年まで遅れた。 飢きんまった田中の1846年と1847年の間に歩道が整備され旗が建てられた。19世紀後半には名誉圏全体で反乱が発生した。1881年11月には二人の霊場送達者を護衛するために100人以上の警察官が動員され、石や棒を投げつけるボートに直面した。 警察官はボートを逮捕するために発砲したため多くの負傷者が出た。警察は20人を逮捕した。現在病院が建っている敷地に休品院が建設され、基金で飢えた人々が休品院へと向かった。基金の最中に3000人がベルマレットの休品院に収容されていたと記録されている。ベルマレット周辺の地域は基金の影響を強く受け、その後100年の間、 多くの住民がアメリカ合衆国やイギリスへと移住した。19世紀後半を通じてベルマレットとエリス地域を結ぶ鉄道の開通に関して多くの案が提案された。そのうち3つのルートが調査され、議論された。沿線となる予定の地域に住む住民は自身の住む地域に鉄道が通るよう働きかけた。しかしベルマレットの商人は 鉄道の開業は地震らに悪影響を及ぼし、バリナがより国民の手が届きやすい地域になるのではないかと疑い、恐れた。その結果、大西洋を横断する輸送に役立つはずであった、ブラックソットへの鉄道敷設計画は延期された。その後も多くの人が当局に鉄道敷設を予防し、 この鉄道計画がロンドンとカナダやアメリカ間の通信路を改善することが期待されたため第一次世界大戦後期に勢いを増した。しかし終戦後の1918年には不設を希望する運動は終了した。1920年代初頭にスライゴスチームナビゲーションカンパニーはベルマレットスライゴリバプール間を毎週運行していた。 1919年1月にソロヘッドベック襲撃事件にて殺害された二人の王立アイルランド警察隊の隊員の一人はベルマレット出身であった。この出来事は独立戦争の引き金となった。10月26日には少年が地元の無線局を警護する警備員に銃撃され負傷した。この少年は早朝に家の近くで牛を走らせていた。 この事件によって地元住民を激怒させた。1920年6月に町の大通りでの暴動中にリックの警察官が一人殺害され、三人が負傷した。警察官は祭りの最中に騒動を起こした男性を逮捕するために介入しており、祭りの参加者は介入に憤慨し、警察官を追跡した。警察は会場から撤退し、家に避難したが、 警察官の一人が頭に怪我をしていることが判明した。その後、医者が到着した時にはすでに死亡していた。8月下旬には沿岸警備隊の基地が攻撃された。侵入者は警察の巡回によって妨害され、銃撃戦が行われた。侵入者は脱出したものの、基地は破壊されなかった。戦争後期になり、町に共和国の裁判所が設置された。 1921年1月にはバリナの弁護士2人がこの裁判所での裁判に参加したとしてイギリス当局に逮捕、起訴された。逮捕された弁護士のうちの1人である PJ ラトレッジはイギリスの裁判所で容疑を否認しカズルバーの監獄に投獄された。AI 条約により休戦したものの1921年10月にベルマレットにて破られた。 二人の共和国側の警察官が、町の冷災後の夜に発生した列を取り押さえていた。この警察官が6人のリック職員に攻撃され、さらに多くのリックや IRA の隊員が参加し、騒動がエスカレートした。その後、銃撃戦が繰り広げられた。ベルマレット近くのエリー海岸、第二次世界大戦時である1940年8月6日に、ガルダであったウィリアム・カレンは、 ベルマレットの基地にてアナヘッド展望台付近にいた沿岸艦室隊から連絡を受けた。カレンは大西洋の海流によってイギリス兵の遺体が打ち上げられたと知り調査に向かった。カレンは遺体が所持していた軍の給与名最初から兵士がウェールズ連隊第5大隊所属のドナルドドミカンであると特定した。ドミカンの遺体は 同日の夜にベルマレットの病院に運ばれた後に司法解剖が行われ死因が歴史であると判断された。ドミカンは翌日にアイルランドの教会の墓地に埋葬された。同日には同じ場所に別のイギリス兵の遺体が打ち上げられた。1958年にベルマレットは当時国務大臣であったアース・キン・チルダースと デプラコーンが住む土地であると伝えられた場所にフェンスを設置することに反対した地元の労働者との対立の舞台となった。政府は代わりにフェンスを建設する労働者を発見できなかったため、結局争点となった丘の周りを迂回する形でフェンスを設置することにした。21世紀初頭にはアイルランド経済の向上により人口減少が止まり、ベルマレットでは移民が見られるようになった。 2007年に景気が後退し始めてからは、雇用が減少しつつあるものの、アイルランドの他の地域と同様に、ベルマレットとマレット半島は、漁業や観光業において優れた天然資源を有しており、地場産業も存在している。町から3 7キロメートル離れた場所に、ベルマレット飛行場がある。バスエールンの446系統が、ベルマレットバンガーエリスクロスモリーナバリナを、 結んでおり、バリナにて鉄道と乗り換えることが可能である。ありがとうございます。